여러분안녕하십니까今日はミレマガ1500号記念、これが1501号に添付される動画です。そして私のチャンネルには非公開のものも含めて700本の動画が、アップされています。これがこの動画が701本目になるんですね。ですからね、本当によく続いたな。2012年の10月の末から元気の出る韓国語学習っていうのが正式なタイトルだから、毎朝学習者の方を元気づけようというのが、最初の意図なんですね。それがよく1500も続いたなとつくづく思います。一つはやっぱり自分の健康、これが大事。つまり寝込んで起き上がれないっていう日がなかった。それから二つ目はやはり家族の協力、あるいは家族の健康、家族の安定、そういったことがあるんだろうと思います。でもあれですね、家族の安定とか言うけども、この間父親が亡くなったり、長男が就職したりとか、安定とは言い切れない要素も含みつつも、その中でも毎朝発行できてきましたね。ですから多少の紆余曲折、家族のいろんなことがありつつも継続できたっていうこと、本当に感謝しないといけないなと思ってます。動画もね、700本、これも相当な分量ですね。よくやったなと思いますけども、まだまだこれからやっていきますので。さて今日はね、その韓国語学習によって鍛えられる力の、8回目なんですけど、何を取り上げようかなと思って、たくさんお便りいただいて見てみるとね、ユニークなお答えがたくさんあって、で皆さんやっぱり韓国語学習によって鍛えられているっていう実感をそれぞれ皆さんお持ちなんですね。そして共通するものもたくさんあって、ユニークなものもたくさんあって、これは10回目に、皆さんに紹介したいと思ってます。今日はその8回目として、昨日やった手塚山学院での授業の報告、この授業を3年生の女の子たちと一緒にやってる、楽しいんですよ。でね、昨日の授業でのこれちょっとじゃあ聞いてください。皆さん聞き取れますか？이때금성은붉게타오르는태양위를지나며작은점처럼보입니다もう一回いきますね。이때금성은붉게타오르는태양위를지나며작은점처럼보입니다이때この時금성은金星は붉게타오르는赤く燃え上がる태양위를지나며太陽の上を通過しながら작은점처럼보입니다小さな点のように見えます。ここ작은점처럼보입니다。ある女の子に会ってたらね、その子はね、即座に小さな電車のように見えます答えたのね。もうみんなでね、ケタケタ大笑いしたの。これはね、작은점처럼というのが点ですけども、その子の耳にはちょんちょるちょんちょるちょろんぽいみだというふうにね、ちょんちょるちょろんぽいみだって聞こえたんですね。ちょんちょろんぽいみだがちょんちょるちょろんぽいみだと、太陽の上を木星が通過していく、それが小さな点のように見える、そういう文脈なんですけども、その子は太陽の上を木星が電車のように通過していくって、これいいじゃないですかいいじゃないですか即座にそう思って、それをパッと口にしてみんなで明るく笑ってしまったっていうね、そういう場面でね、その明るさがね、どこから来るのかね、その楽しさがね、どこから来るのかね。ミレの大人のクラスでも、この授業、この授業に限らないんですけども、面白い間違いなんか出てきて、楽しく笑うっていうことは、それはありえることなんですけども、その楽しさがね、何かちょっと違う気がするのね。それはね、何だろう、やっぱりね、一つはね、プライドのなさ、何かね、思ったことをパッと言って、それが間違っちゃったっていうふうな軽いノリ、そんな楽しさね。
大人の場合はね、そこなかなかそこまでいけないのね。間違ってしまってその瞬間は笑ったりするんだけど、何か自尊心のようなものがついて回って、なんか笑われちゃったとか、笑いすぎてはいけないとかね、こっちが何かちょっと何かが引っかかるものがあるから、楽しく笑うんだけども、どこかあっけらかんとした感じにはならない。ところが大学生の彼女たちはその辺がね、すごくね楽しい。でもうしょっちゅうそういう間違いね、今取り上げたようなことがもう1時間のうちに何回かあるのね。とんでもないとんちんかんな間違いが、でそれがね楽しい。でこういうねプライドのない楽しさ、何かこうあっけらかんとした、そういう楽しさが必要じゃないかなと、そんなことを思うんですね。ですから、韓国語学習によって鍛えられるものとしては、そういう、まあ、へこたれない力っていうのを以前取り上げましたけど、へこたれない力なんかにもちょっとつながる感じがするんですけども、ありのまま力とか間違えて当然力、もう知らないことだらけね。だから間違えて当然力、知らなくて当然力、知らないことを恥ずかしがらない力、あるいは分からなくて平気力、そんなところが大事ね。間違えても平気力、ちょっとついでに付け足しておきますと、これでその間違った彼女たちも、まあ授業中はね10回ないし15回ぐらいしかできないんですけども、楽しく音読をして力をつけてる。だからそれが大事。だからまあ分からなくて平気力、あっけらかん力、あ、そうね、あっけらかん力、これがいいかもしれませんね。プライドがないっていうよりあっけらかん力ね。でそういうものを身につけて、知らなくて当然、もう分からないことだらけで、あっけらかん力で乗り切る、これが大事だと思いますね。もうね隠しようがない、そういういろんな分からないことを、プライドとか自尊心とか羞恥心とか何かで覆い隠そうとしても、もう隠しきれないものが出てしまうのがこの長丁場の外国語学習で、そこでどういうふうにあっけらかんと分からなくても平気で乗り切っていけるか、このまあ明るさ、しなやかさ、したたかさ、楽天さ、こういうのが必要ですね。